はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回はですね、ゼロの階乗が1になる理由を解説していきます。まあ、階乗ってありますよね。例えば4の階乗イコール 4×3×2×1 みたいに、 n の階乗っていうのは n から1まで一つずつね数を減らしていって、それらを全て掛け合わせた数と。それを聞くと、ゼロの階乗って定義できなくないと。0から遡って1までかける、なんかよくわかんないなっていう風になると思うんですけど、実はですね、0の階乗はちゃんと定義できて、その値は1なんですよ。まあ、直感的にね、0の階乗0になりそうだなっていう風に思うんですけど、ちゃんとね1にしなきゃいけない理由っていうのはあるんです。今回のキーワードは整合性になるので、ぜひねこの整合性を意識して、数学のね面白さっていうのを感じてもらえたらいいなと思います。それでは初めに、この0の階乗を考える前に1の階乗、2の階乗というふうに順番に考えてみましょう。まあ1の階乗は1、2の階乗は 2×1、 3の階乗は 3×2×1 点点点というふうに続きますね。でこれを見てあげると、こういう関係式が成り立ってるわけですね。4の階乗をこれ割る4してあげると3の階乗になって、3の階乗を割る3してあげると2の階乗になって、2の階乗を割る2してあげると1の階乗になると。まあ一般的にこの関係式が成り立つわけですね。 n の階乗割る n が n-1 の階乗、 n が4の時は4の階乗割る4で3の階乗と。これを考えてあげると、まあ要はこの n に4入れても3入れても2入れても成り立つわけだけど、1入れても成り立つようにしようと。じゃあ1代入したら1の階乗割る1、これが0の階乗になるので、当然値は1になるわけです。こんな感じで0の階乗以外の部分で成り立つ式っていうのがあって、この関係を維持しようと綺麗に拡張した結果として0の階乗が1になるわけなんですね。こんな感じでこの式との整合性をね考えていくことで0の階乗がねわかるわけなんですけど、他の場面でもね、いろんな場面で整合性を意識して0の階乗が1になるということを確認することができます。例えば n の階乗を n 人を1列に並べる順列の総数と見ましょう。まあ、例えば3人 ABC を並べるね、並び替え方って言ったら、まあ、3×2×1 と、まあ、3の階乗ですね。同じように例えば5人 ABCDE を1列に並べる場合っていうのも、まあ、5×4×3×2×1 で5の階乗通りというふうになると。じゃあ0の階乗を考える場合っていうのは、当然0人を並べると。まあ、0人っていうのは誰もいないわけで、この並べ方って言ったら、まあ誰も並んでいないっていう状態の一通りですよね。まあ集合写真を撮るときに誰もいませんっていう写真の1枚しかね、一通りしかないと。ということで、まあこれは一通りなわけなんですけど、これは整合性から0の階乗というふうに定義されて、これは当然1というふうに求めることができるわけです。これもね、またこの関係式からの整合性で0の階乗イコール1っていうのを導くことができましたね。他にも12345の5枚のカードから2枚のカードを選ぶ組み合わせっていうのを考えてみると、まあこれはね数 A の範囲だと思いますが、 5C2 というふうにかける。これはどういうふうに計算するかというと、 2×1/5×4 と。まあこれはまず2枚を並べてあげた時の並び方っていうのは 5×4 通りあって、でもそのね組み合わせなわけだから入れ替えても同じ場合なんですね。23を選ぶのと32を選ぶのっていうのは同じ組み合わせということで、その並び替えの 2×1 で割ってあげると、まあ、このようにね表すことができるんですけど、これを階乗を用いて書いてあげると、分母は2の階乗で、分子は 5×4 で 3×2×1 が足りないので、分母分子に 3×2×1 をかけてあげましょう。そうすると分母が3の階乗で、分子が5の階乗になりますよね。足りない分を補ったら5の階乗になると。このように表すことができると。まあ、同じように今度は6枚のカードから4枚のカードを選ぶ組み合わせを考えていきたい。まあ、これもね同じく 6C4 というふうに表せて、 4×3×2×1/6 から4つの、ね、数字をかけるわけですね。これも同じように階乗を用いて表していきましょう。そうすると分母は4の階乗で、分子は 2×1 を分母分子に補ってあげることによって、分母に2の階乗、分子に6の階乗が来ますよと。これを一般化すると、
N 枚のカードから R 枚のカードを選ぶ組み合わせっていうのもすぐ分かって、まあ、これは NCR と。で、これは分母が R から1までね、かけてあげたもの。で、分子も N から R 個ね、かけてあげるわけですよね。点点点と。まあ、R 個かけてあげると N-R プラス1まで来るね。これも階乗を用いて表してあげると、まあ、こういう風になるわけですよ。このように表せる。まあ、どういう関係が成り立ってるかというと、まあ、ここでね、見てあげると、2たす3が5、4たす2が6、みたいな感じで、R たす N-R が N っていう関係式が成り立ってますよと。この関係をしっかりと満たすように、0の階乗を定めてあげましょう。例えば、1、2、3、4から4枚のカードを選ぶ組み合わせはって言われたら、まあ、当然ね、4枚全部選ぶ場合の1通りしかないっていうのは答え見え見えなんですけど、あえて先ほどの方式にね、当てはめて考えてみると、4C4 というふうに言えて、これを階乗の形に直すと、まあ、分子にね、4の階乗が来て、分母に4の階乗をかける、足してね、4になるように、0の階乗が来ますよね。4たす0が4と。で、これが計算したら1通りになってほしいわけですよ。ね、イコール1通りになってほしい。まあ、4の階乗と4の階乗同じだから約分されるので、結局0の階乗っていうのが1に等しくなきゃいけないっていうことが、こっからもね、導けますよね。これも結局全て一緒、整合性ですよ。先ほどのこちらの公式を常に満たすように0の階乗を定めるとしたら1しかありえないですよね。こんな感じで整合性を意識すると0の階乗は必然的に1になるわけで、他にもね、大学の範囲になりますが、例えばマクローリン展開っていうものがあって、その時も0の階乗1って定めることによって公式がね、すごくね、見やすくなると、そういったメリットがあります。ちなみにこの0の階乗が1っていうのを使うと、まあ、いろんなね、面白いことも分かって、例えば 0C0 っていうものも簡単に分かるんですよ。これは先ほどの公式より0の階乗0の階乗分の0の階乗で、全部ね、1なわけだからイコール1と、 0C0 も1っていう風に定義できたりするわけですね。まあ、こんな感じで数学っていうのはいろんな公式がたくさんある中で、実は整合性がね、うまく噛み合うようにできていると。これがね、数学の奥深いところでもあり、面白いところでもあるので、ぜひね、皆さんも面白いなという風に思ってもらえたら嬉しいです。今後もこういったね、面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮っとしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。